秋が深まってきましたね。あそこの桑畑の桑の木の葉っぱもだん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 黄色くなってきましたし、そこのもみじも赤くなってきました。今あそこの青肌の木のてっぺんにさっきからずっと止まっているのはモズでしょうかね。モズが甲高い声で鳴くと本当にああ来たっていう感じになります。夏の鳥たちがまた秋の鳥たちというか冬鳥といった方がいいですかね、と入れ替わっていく。この間もから常備滝、冬鳥である常備滝が美術館の周りでしきりに見られるようになりましたし、やがてルリビタキなんていう鳥もやってくると思います。つぐみがこの草っぱらを歩くようになるといよいよ冬が近くなってくるという感じでしょうかね。美術館の草っぱらの向こうの杉の木に今ここからちょうど見えますけど、巣箱がかかっています。それは鳥の巣箱ではなくて、ムササビの巣箱なんですね。で美術館の開館の準備をして いる時にちょうどここの草っぱらでみんなで巣箱作りをやりました。その時に、あの杉の木立の中に巣箱をかけたんですね。でもそれもその巣箱は何年かしてもまた朽ちて落ちてしまって、また今かかっているのはその後付け替えた巣箱なんですけども、今ムササビがあそこに、時々巣穴から顔を出します。こんな丘の上にムササビ来るかなって思ったんですけども、動物学者の今泉義晴さん、その時いろいろ指導していただいたんですけども、今泉さん2年ぐらい待てば必ず来ますよって言ってくれたんですけどね、本当に2年ぐらいしたらあの巣箱にムササビが入りました。ムササビずっといるわけではなくて、時々姿は見えないなと思うとまたしばらくして、また戻ってくるというようなそんな感じでしょうかね。で時々天が巣箱に来るんですね。ムササビを狙ってくるんでしょうかね。そうするとムササビは天に、ね、食べられたら大変ですから、どこかへ、ちょっと逃げ出すんでしょうか。しばらくまた一月ぐらい姿を見せないなんていうことが起こります。